シャオラン君？今日はみんなに残念なお知らせがある。ヒイラギ座はエリオル君がイギリスに帰ることになった。ねえさくらさん、僕がイギリスに帰るって聞いてどう思いました？残念だなって。 お願いがあるんです。同じことが起こった時に、あなたのそばにいる人が遠くへ行ってしまうときに、あなたがどう思うか、その気持ちは僕の時とどう違うか、考えてください。どういうこと？すぐにわかりますよ。え？シャオラン君！なんでわかったんだ？なんとなく。ねえ、一緒に帰らない？ああ。東京タワーのこと終わったら教えてくれるお話って何？お前が好きだ。俺が一番好きなのはお前だ。前から知ってる。だからあのガキ、最初から気に食わなかったんだよ。さくら、どないしたんや？大丈夫。私はどう思ってるんだろう、シャオラン君のこと。この気持ちって何なんだろう。ともよちゃん、あのね、シャオラン君がね、好きとおっしゃったんですね。シャオラン君のこと考えるとなんかギューッとなっちゃって。帰るんだ、香港へ。ここに帰っちゃう。遠くに行っちゃう。もう会えないの。痛い。胸がすごく痛いよ。Thank you.